めっちゃいいよでしょ。滑らせればもう OK だから。はい、現れるのにサリルです。はい、ということですね。今ね、僕挨拶最速だったと思います。はい、今回はね、じゃがいもを使ったザクザクパリッパリのガレット、じゃがいもをまあ千切りにして焼いたやつです。本当にお酒に合う、おやつにも合う、おやつにも合うってなんだろう、オレンジジュースにも合うと思う、お子様でも楽しめる、そんな料理を目指しております。リュウジです。乞うご期待ということでよろしくお願いします。リュウジのバズレシピ。はい、ということで早速作っていきたいと思います。今回のじゃがいもガレットってまあちょっとおやつのような、おつまみのような、まあどっちでもなるっていうようなレシピになりますよね。これね、非常にね、じゃがいも1個と、チーズ、あとね、まあちょっと特典とかね。まずはベビースターメンで乾杯したいと思います。乾杯。切ろうか。ということでやっていきたいと思います。はい、まずね、半分に切っちゃいます。皮ね、剥くの面倒くさいじゃないですか。今回は千切りにするので、千切りにすると皮の食感とか全然気になりませんので、今回はこんな感じでやってみます。で、まあね、こんな感じでね、こう切っていくんですね。まあなるべく薄く切っていくんですけども、切ったらこうやって一列にこうやって押してね、並べてください。こうやってね、端からね、薄い千切りにしていきます。難しいなとか面倒だなって思う方は千切りスライサーを使ってください。はい、こんな感じですね。もうね、これさえやったらもう買ったも同然です。ボウルに、千切りの、じゃがいもを入れていきます。ここにピスタチーズ 50g、 塩コショウ適量で大丈夫です。胡椒はね、ちょっと強めのがいいかな。ザクザクの素でザーッと入れます。はい、これが重要。食感が楽しいガレットにしたいんで、ここでベビースター入れていきます。これがね、味付けもこれでできてね、非常にいいんですよ。こいつをですね、ガッサガッサと混ぜていきます。ガッサガッサやったらワッサワッサと焼いていきます。まずね、フライパン、ね、中ぐらいのフライパン、ちっちゃすぎるとね、なかなか平べったくならない。平べったいとザクパリになるんでね、中火にかけていきます。でフライパン温めていきます。ここにですね、油大さじ、ちょっとね、多めがいいです。大さじ1半ぐらい。そしてベビースターを食べて飲んでいきます。で、温まってる間暇だからね、楽しみながらやってくださいね。この油を全体に回します。十分に温めます。いいですね。はい、でここにですね、投入していきます。ちょっと広げながら、広げましょう。26センチぐらいのフライパンだったかな。結構いっぱいいっぱいできますんで、こう押し付けながらね、焼くと、パリッとしやすい。食感がものすごく楽しくなって本当に美味しい。ちょっとね、焼いていきます。これで中火ぐらいですね、今ね。だんだんね、下の方が、このじゃがいものでんぷんでね、固まってくるんですね。じゃがいものでんぷんとチーズのね、成分でね、固まってくるんです。こうね、ちょっとね、周りを剥がしてあげる。で、まあ、今ね、3分ぐらい、焼いてたんですけども、裏が焼けてきまして、もうね、ガレットってひっくり返すの大変だと思うんですよ。これね、お好み焼きとかチヂミとかにも使えるんですけども、めちゃめちゃ簡単なひっくり返し方、まあ知ってる方も結構いると思うんですけども、ヘラを、滑り込ませて動くようにしました。こんな感じでフライパンから外れてますね、これね、フライパンの蓋。こうよ、でかぶす。で、こうめっちゃいいよでしょ。で、こっからも、中火で、まだ2、3分焼いていきます。これフライパンなんですけども、テフロンがいいと思います。はい、鉄フライパンでもできないことないんですけども、こびりつきやすいのでテフロンの方が簡単かなと思いますので。じゃあ裏面も3分ぐらいね、いい感じで焼けましたんで、火を止めます。滑らせればもう OK だ。はい、これ好みでいいんですけども、僕はちょっと追いこしょうする方が好きなので、追いこしょうしていただいて、お塩もちょっとパラパラと、見栄え的に、パセリをちょっとね、振っていただければ、こちらでザクザクチーズガレット完成です。はい、
それではですね、できましたので早速食べていただきたい、食べていた、いか、た、食べていこうと思います。いただきます。いただきたいと思います。いただきます。安息だわ。めちゃめちゃうまいです。パリッパリで、じゃがいものホクッとした感触とベビースターのサクッとした感覚、特に僕はおつまみ向きだと思います。たまらん。いろいろできるんですよ、これね。例えばね、ケチャップとかね、こうやってね、合うに決まっていますよね。これはね、作ってもらったらわかる。味変がいろいろできるんですね。ケチャップだったりマヨネーズだったりマスタードだったり、いろんな味変ができる。なぜかというと、この味付けがシンプルだからです。ベビースター、これのね、食感、ザクッとした食感、本当にね、癖になりますよ。なのでですね、ぜひここに、ね、ベビースター入れていただいて、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ではですね、今回の動画いかがでしたでしょうか。今回はですね、このベビースターラーメンね、僕なんかね、これでね、ハイボール5杯はいけます。はい、つまみでも、いける、そして料理も使える、こんなベビースター、皆さん作りたくなったんじゃないでしょうか。作りたくなった方はですね、ぜひぜひですね、なんだ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。